でこんな美味しいパスタが食べられるなんて。いつもありがとうございます。地元の人に気に入られ、お店は絶好調。さすが本場のお店で修行してただけあるわね。食材にもこだわってます。地元の野菜とか魚をもっと地産地消できたらいいなと思って。知り合いの農家もソラさんとこの話してたわさよ。大評判ね。なのにこの値段、ほんと信じられないわさ。実際は頑張って価格を抑えてる分、売り上げは少ないんだけどね。おいしい。県が野菜を食べてくれるようになって嬉しいわ。もちもーだめ。もっと工夫して長く続けられるお店にするんだ。あのソラヤとかいう店、ムカつく。こっちは何年もこの町で営業してきたんだぞ。ソラさんさ、あんたんとこ照明眩しすぎ。夜は照明消してくれよ。前回そう言われてライト変えたんですけど。気にしないで、ソラさん、そんなことないわ。そうはさよ、ソラさんに文句ばっか言ってないで少しは見ねれーぜ。はぁ、やかましい。国産の食材ならうちの店も使ってるぞ。でもね、さんの店ちょっとね。地元の連中もすっかりソラに騙されて、ポットでのパスタ屋なんかに客を奪われていい迷惑だ。あの和食屋行ったことある？ない。なんか店来てないし、レビューもいいこと書いてなかったし。うるせえ。味もわからんバカどもに気に入られても嬉しくねえんだ。あの人店長、仕事しろよな。やかましい。あ、ひえきゃあ、の店から G 出てきた。最悪、不潔、絶対行かない。別にいいだろうが、一匹くらい。全然良くないわよ、この G 親父。俺は G の親父じゃねえ。ったく、この町の奴らはミントってもんが。でも確かに俺の店のレビューはボロクソ。ソラんとこは星4。生意気だ。待てよ。キャー、の店から G 出てきた。絶対行かない。そうだ、ほらほら、おいで、怖くないよ。数日後、キャー、どうしました、クラハさん。ゴーけど、ちょっと行くのためらっちゃうわよね。またあの店でゴー見かけたらもう二度と行けないわ。私も。うっしっし、俺んちとペットが活躍したみたいだな。もっと奴らを空の店に放つんだ。空の店を虫屋敷にしてこの町から追放してやる。なんだよあいつら、いてほしくない時にはいるくせに探すと出てこねえ。すんません。あらしゃい。あれ、テツさん、お店ずいぶん綺麗になった。え、そうか。そういえばゴキブリ探すためにあちこち片付けたからな。へえ、いいじゃん、リフォームでもするの。リフォームか、それもいいな。空の店の評判がガクッと下がったところにリニューアルした俺の店が登場。これは絶好のチャンスだ。そのためには空の店の評判をもっと落とさねえとな。あいつらを大量に捕まえる方法ないかな。あ、これだ。数日後、空さん、まだやってる？やってますよ。あれから業務用物産も耐えたし、大掃除もしたし、大丈夫。今日は一段と人多いわね。はい、おかげさまで。キャヒー！キャー！突如うちの店には何百匹ものクワが発生。いやー、うわー、すげー、いっぱい。消毒したが、店の評判は一気に落ちてしまった。マジキモかった。食事してたら大量に迫ってきたんだ。誘拐一面にさ。言わないで。やだやだ、もう二度と絶対天使神明に誓ってあんな店行かない。料理にも入ってたんじゃ。やだやだやだ、現病院行くわよ。え、なんともないよ。うわははは、いい気味だ。いよいよそれや撃退作戦も大詰め。カツボクセア。ねえ、あの汚い和食屋、おしゃれになってるんだよ。ほんとだ、映え。悪く、テツさんのお店がリニューアルオープン。お客さんは完全にそっちに流れてしまった。ねえ、あ、わさびさん、クロハさん、いらっしゃ。あんたの店、国産って言いながら安い外国産使ってたんですってね。え、違いますよ。そんな嘘つくから虫なんか出たのよ。天罰だわさ。よくも子供に偽物食べさせたわね。嘘なんかついてませんってば。誰じゃ、そんな噂流したのは。うちの仕入れリスト B1 サイズに拡大して目の前に貼り付けたのかい。ただでさえ薄利多売だったのに、このままじゃ。あ、かずみさん、ソラさん、お久しぶり。忙しくてなかなか来られなくて。いやいや、嬉しいです。あ、でもかすみさん、うちの店の噂聞いてませんか？なんでしょう。実はガクガクシカシカ。え、大量のわわわわわ。ごめんなさい、飲食店ではタブーよね。あんまり驚かないんですね。ほら、私ペットショップやってるでしょ。虫を餌にする子もいるから慣れっこなの。あ、そう。
の種類だけどね。へえ。はあ、まだいた。かすみさん、お食事前にごめんなさい。待ってこら。いえ、平気よ。これ待って、そらさん、その子レッドロッチよ。え、これがその、そう、ちょっと違うのわかる？あ、言われてみればなんとなく違う。助けて。前回大量に発生したのもこのレッドローチだったのかしら。でも日本で野生のレッドローチが大量に発生するなんて不自然だわ。なんでうちで大量発生するの？まさか。何か。実は何日か前にレッドローチを大量に買っていったお客さんがいたの。何に使うのか聞いたら、ペットのトカゲに餌をプレゼントっていうモノチューブの企画なんすよっていうから販売したんだけど、その方トカゲはうちの店で買ってないの。まさかその人が店にばらまいて。どんな方でしたか？防犯カメラに残ってるから見せるわ。それよりもちょっと失礼します。あった、これだわ。何この袋。ひー、まだ何匹かいる。犯人が置いていったのね。嫌がらせのために命を粗末にするなんて。犯人絶対に許さん。首洗って待ってなさい。その頃、いや、大繁盛大繁盛。さすが国産野菜の定食、おいしい。毎度毎度。やっぱ綺麗なお店で食べる食事は安心だわ。空の店ももはや風前の灯火。さっさと潰れて出て行っちまえ。思えば始まりはあの一匹のじいちゃんだったな。あいつのおかげで俺はここまで。こんにちは。あれ、あら、空さんよ。あら、潰れかけのパスタ屋さんじゃないですか。何がご用？け、あの女は。こんにちは。以前うちの店でお買い物された方ですね。え、なんのことやら。今日はあのパニックの真相についてお話しできました。こき、ちょっと食事中に思い出させないでよ。あの日大量発生したのは、ソラさんの店にレッドローチを大量に詰めたこのバッグが置かれたからなんです。レッドロー？ペットの餌用のコッキーです。似たようなもんでしょ。違います。あの時放たれた子たちはちゃんと管理された食用です。不衛生な野生とは違います。はぁ、でも誰が何のためにそんなもん店に。かすみさんから店の防犯カメラの映像を見せてもらったんですが、変装してるけど、かすみさんのお店でレッドローチを1000匹購入したのはあなたですね、鉄さん。あ、これは鉄さんね。孫はことなき鉄だわ。鉄以外の何者でもないわ。あんた、ゴキッ、よくもあんな目に。1000匹も買ったの、気持ち悪い。人の食事台無しにして。うわ、皆さん待って待って。よっしゃ。これもその食用のやつか。いえ、これは野生の茶羽根です。リフォームしたところで店主が不衛生なら意味はない。鉄さんとそのお店はその後瞬く間に悪評が広がり閉店した。害虫を使った威力業務妨害だけでなく、国産と偽って外国産の食材を使っていたことも発覚し、実刑判決を食らったとのこと。リフォーム代ですっからか。 G のせいで転落